青がでかすぎるぞ、ひよこには。マップでーす。アニマル青木でーす。今ね、家のね、近所のね、通称鴨公園に来ております。マップさんのね、お散歩に来てるんですけど、結構ね、ここの公園ね、最近ね、カモと白鳥のね、子供がね、赤ちゃんがね、生まれたりとかしてて、結構激アツタイムなんですけど、地面がね、うんこだらけなんです。鳥のうんこで汚染されてるからね、モップさんのね、足をね、気をつけながらお散歩させていこうと思います。赤ちゃんガモと白鳥玲子さんのひよこさんたちが、今ね3時なんですけど、ちょっと肉眼では確認できません。朝来るとね、ここにねひよこがもう10匹以上いるんですけど、不在です。カラスもいるし、これはちょっとモップさんリベンジで来るかね、夕方に来てみるかね。白鳥が見当たりません。チーン、モップいないね。どこ行っちゃったんだろうね。みんなモップさんが怖くて逃げちまったのかな。向こう側からこっちに白鳥玲子さんのファミリーが子連れで泳いできたよ。白鳥玲子さんと志村けんの夫婦が。リフターズの記憶を生んだのかな。この食パンを持ってきたので餌付けしたいと思います。あら、お
白鳥玲子さん、ケンさんもね、あいーん、あれあれあれ、次近づいてくるぞ。アフラーク。うー、いっぱい集まってきたぞ。食べないの？君たちは？うー、食べる。よー。えい、お前。よろしくないな、それは。ひよこがいたのに。一人で食いやがったな、みんな。懐いて。おお、こっちにみんな来たぞ。終わり。じゃあねー。あそこにも肉眼でひよこを発見。モップさんがね、遊んでた場所に。7匹。ファミリーダンスしてる。ビヨンビヨンダンス中。右にいるのがヨシコで、こっちが旦那のヒロシ、あとグランマとグランパもいます。逃げなくていいよ。大きくなってる、ちょっとずつ。ケンさん強いな。さすが大御所だな。